お前と早もんで結婚して40年も経っちゃったね。そうね、早いわね。ねえ、結婚記念にどっか旅行でも行かない？そうだね。思い切って宇宙にでも行くか。また宇宙旅行だなんて調子のいいこと言って、あなたは宇宙なんていくらかかるか分かってんの？お前もきつくなったな。昔はもっと優しかったもんね。だってね、宇宙旅行ってね、お金がかかるから、今までのようにゴルフだとかギャンブルだとかお酒とかやめてくれるわよね。そもそも前から仕掛けてきたんじゃないか。もう一回言ってよ。川崎くんが結婚？私はどうなんのよ。だって私、川崎くんからプロポーズされてんのよ。3年も前のことだけどさ。どうしよう。こうなったら奪い返さなくっちゃ。川崎くんは私の旦那様なんだから。私よ、節子。私さ、今度さ、お休み取って大阪に行くんだけど、会えるかしら。嬉しい。早速明日新幹線で出かけるから、新大阪まで迎えに来てね。久しぶりで楽しかったわ。たこ焼きも美味しかったし、また来ていいかしら。結婚しよう。実は婚約してたんだけど、やっぱり節子と結婚したい。そうよ、私はあのプロポーズを信じてたからこそキャリアウーマンを続けられたのよ。結婚は川崎君ってずっと前から決めてたのよ。そう言ってくれればよかったじゃないか。私たちは赤い糸で結ばれてるのよ。節子、嬉しいよ。私も。やっと宇宙旅行だね、節子。でも少し小さくなっちゃったわね、私たち。仕方ないよ、灰になったんだから。ずっと一緒にいてくれてありがとう。楽しかったわ。これからまた宇宙で始まるんだよ。終わりは始まり。またよろしくね。